火曜ドラマ第2夜、恵子の夢は夜開く。純子、そんなとこで何してるのよ。また小豆島の姉さんに手紙書いてんのかい。しょうがないね。そんなことしてる暇があったら、ほら、さっさと路地出て、客の一人でも加え込んでおいで。はい。香川県、小豆郡、内野見町、内野浦、別荘管理事務所内、大竹勝子様。早く行きなよ。はい。もうじき看板だよ。ねえ、ちょっと寄ってかない？ねえ。赤く咲くのはケシの花、白く咲くのはユリの花、どうさきゃいいのさ、この私、夢は夜開く。十五十六十七と私の人生暗かった。過去はどんなに暗くとも夢は夜開く。佐々木守作、ほおずき色の夏。出演は藤井恵子、他の皆さんです。ねえ、勝子、お兄ちゃんはあんたが隠してるんでしょ。おい勝子、高梨別荘へ小包届けてくれないかな。郵便屋さんが行ったら留守だったって事務所に置いてったんだ。はい。しかしあんたも変わってるね。北海道から出てきてこんな別荘地の事務所で下働きをしてるなんてね。海が好きなんだもん。ああ、あんたにも手紙が来てるよ。新宿の妹さんから。ありがとう。